はい、どうもフリッチです。さあ今回はホテルマグネイトというゲームをプレイしていきます。さあこのゲームはね、タオルの仕入れ先や飲み物などね、まあ、細かい値段の設定なども変えながら、まあ、自分のね好きなように、高利益なホテルを作っていくゲームですね。さあこのね、およそ通り道としか思えない場所にホテルを作るというところで、まずはねこれ正方形の部屋を作ろうというとこみたいですが、どれくらいかわかんないんですよね。ああそういう感じなのね。ちょっと待ってね。とりあえずもうちょっと奥だな。こんなもんですかね。で次ドアボタンを押して、これですか、ブルーの扉と、ブルーのブラックの扉ね、枠がブラックか、まあ、こっから入ってくるんで、まあ、こっち側かな。さあ次はここ、まあ、このでかいね部屋を押しまして、さあこのまあ、ホテルの受付ですよね。ベーシックでいきますか。回転は、あ、なるほどね、結構細かく回転できるんだね。なるほどなるほど。これ中でちゃんとね区切りたいと思うんで、まあまあこの辺に置いてみてと。置けたと思うんで、さあ次はスタッフを雇うよと。なんか変わるんですかね。ちょっと星がパラメーターっぽいですが、まあ、あれですね。ジェンキン。目的を達成したと。いや、何もまだ成し遂げてないですが。さあ次はね、寝室を作るみたいです。まあゲストルームですね。3つの部屋を作る。そしてそれをベッドルームのアイテムを置くわけですか。これってこの中に買っておくのかな。あー、いや違うね多分ね。壁の方が良さそうかな。これで囲えってことか。はあ、なるほど。広いな。でここバッとこう仕切っちゃって、こうさらに割るみたいなね。真ん中でやりたいけど、ここかな大体。これ一部屋だと結構どうです、狭いですかね。でここちょっとビーってやって、まあこう廊下じゃないですけどね。でもうこうよ。シンプルに分割ね。から行ってもらって、まあ、こういう扉遠い方がいいもんね。あ、ごめん、お向かいさん近づけるか。あー、ちょっとまずれますね、とはいえ。この辺かなと。で、これ想定合ってます?大きさの。まあ壁も全部打ちっぱなしですけど、外側から見ても打ちっぱなしですけどね。これベッドルーム。ベッドでいいんですかね?ベッドルームのファシリティ。これをベッドルームっていうので押すと出てくるこのベッドね。つまり一緒だ。何にしよっかな。ベーシックベッドね。グレートベッド。あここちょっと大きいんで、二人掛けにしよっかな、じゃあ。まあこの辺かな。これまあ3つ準備できたと思うんですが。あ、細かい、なんだ、
とりあえず攻めてみますかね。入ってきます。あなたは受付の方ですか？あれですね。さあ、ここで進めてみますか。来るかな？あ、来た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 。急に来たよ。歩いてきたんですか？ここに。もう危険よ。そういう旅は良くないよ。こんな格好で歩いて。ダイエットですか？ベッドしかないベッドルームにようこそって感じですけどね。これ一応この中も区切ろうかなと思ってるんで。その辺どうしようかなとですね。あ、そこですか、あなたは。はあ、この土地だけね、無駄に大きいカプセルホテル。一部屋がでかいカプセルホテルね。あ、出てかれるんですか？あれ、止まらないんですかね。ああ、なんか多分施設があると楽しんだりみたいなことですかね。帰るわけではなさそうですけど、あまりにも何もないんで。あ、ちょっと自然見ていく。あ、そういうね、やっぱ楽しみありますからね。ほら見てください、これもう本当に山ですね。湖とかあればせめてね、まだあれですけど、荒れた山ですからね。もう結構車通りすごいね。ああ、ちょっとモラルのない方が、ああ、ちょっとモラルがなさすぎませんかね。あ、一応これで一人終わったね。いや、もう今に問題しかないよ。いや、バスルームでしょ、こんなんね。まだ部屋区切ってはないんだけど。あ、これってあれかな、なんか。ちょっと待ってね。なんでもない部屋ってあるよね、これ。キッチン、いや、バスルームあるね。パブリックエリアなんで、つまり、部屋の中じゃないわけだよね。OK、じゃあ作ろう。ここに作ろう、ここに。斜めでもいいもんね。斜めにするか、じゃあ斜めにしよう。段階的に斜めにしよう。あ、いいね、いいね、いいね。まあ、一番ね、壁をどうにかした方がいいんじゃないかって思うんですけど、これバスルームなんですね。トイレはここかな。じゃあね、壁沿いに置いた方がいいんですかね。あんま関係ないのか。あとは、手を洗う。洗面台ね。よし。完成。ディスコ、あ、でもはないんだね。レストラン。あ、バーとかあったら良さそうだね。受付もあるんで。まあ、そのベッド汚いんですけど。あなたが汚いのか、前の人が汚かったのか、わかりませんが、進みますよ。壁もどうにかしようか。まあ、外打ちっぱなしも最悪いいとして、中ですよね。まあ、ベッドが紫とか結構いかれてるんで、柄もありかな。ああ、なるほどね。あ、レンガとかいいんじゃない？ほら。あ、いいね、いいね。明るくていいですね。床もありますか？じゃあ、床も変えましょう。さあ、とりあえず、どうですか？一応3人泊まってるんで満室なんですけど。
いやーベッドすごい臭そうですけどめちゃくちゃ臭そうですけどね。さあちょっといろいろ壁紙とか書いてたらお金がだいぶ減っちゃったんで、一方的にお金減ってそうですね。帰らんねにしても帰らないのよ全然。かなりレストラン作るか。あ、帰るか。帰りそうだね。おお、あと一人か。よし。で、一応、そのね、まあ、この機能試すっていう、まあ、このベッド使えるかっていうのはできましたね。あとはもっとちゃんとしないとね。さあ、次はキッチンとレストランの設定だね。来た来た来た。じゃあ、別館に用意しようか。あ、もう別館っていうか、まあ、ここに作るだけだけどね。あれ、そうなんの？あー、なるほど。ちょっと通路作るイメージで。でかいか。この形でしか広がっていかないんで、あれだね。壁でやった方がいいかもしれないけど、まあ、いや。つなぐ、こうつないで、あ、床、あ、勝手にそうなるんだね。で、片面壊そう。こっちはいらんでしょ。で、まあ、扉で区切りますけども。じゃあ床から変えようかな。これ壁紙だね。食堂っぽいのか。こんな感じですかね。で、こちらを、まあ、キッチンを入れるんだよね。あー、そっか。つまり一部分的に多分キッチンそんなにいらないと思うんで、さあこれでキッチン拡張しまして、こっちがまあレストランで用意しておいて、レストランの方があれだね、基本的に置くものは少ないか。さあまあ各種キッチン用のテーブルを置いていくよと。あ、これはこっちかな。こうコーナー用のやつね、置いて、コーナーに当てはめようかなと。この辺ですかね。さあさあさあ、完成しました。ここだけ壁がなくなっちゃってるんで、ちょっと貼っておきますが、あとは人を雇うだけですよね。あ、メニューとかもあるんですかね。とりあえず安い人雇いますか。はい、こちら側には料理人ですか。ああ、いますね。はい、まあ、とりあえずね、その場しのぎに行きまして、でこれ追加でファシリティなんか置けるんですかね。あー、レストラン兼バーとかなんかできそうかな。まあスタッフとパブリックでも違うっぽいですけど、複数の場としても使えるんでしょうね。さあちょっと見ていきます。性格のそうなね、白人が2人来てますが、なんかずっと手を動かしますね。まだかと。あ、ゴミよく出るねにしても、お待たせいたしましたと。あ、汚ね食い方が汚ね汚ね。満足してないね、あれで。ここにも一応あるんだけどね、コーナー席が。
ちょっと、スタッフルーム問題ありません？これ。メンテナンスいるんじゃないかな。ちょっと作ろう。メンテナンスルーム作ろう。さあ、ここをメンテナンスルームとしよう。道具置き場ですかね。こちらはまあ安めでいきます。まあこちらもですかね。まあ多分ね、ベッドメイキングとかしてくれるんじゃないかなと。じゃなきゃ何をするのかなと。あ、ハウスキーピングか。あ、こっちやね。メンテもいると思うんですけど。あ、洗濯機だもんね。そうかそうかそうか。よし、ここまあ2つね、兼務させますが、いいね。結構スペースの使い方頭おかしいですけどね。まあこの狭いところに押し込めるかなと。雇われました。メンテナンス、いや、こっちね。まずとりあえずね、大丈夫そうなんで進めていきまして、あ、こい、あ、これメンテナンスだね。あ、こいつかな。あ、いた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 。あ、もっと、ナイスナイスナイス。これでベッドも直せるんで、非常にいいね、拠点だったと思うんですけども。さあ次、まあレストランができたことによって、まあ15回ね、ここで食料、食品、まあ、料理ですね、提供しようというところで。混んで、ね、まあここでのメニューもそうですけども、客が混んで、ね、一つ星ホテルですか。その言い方は聞こえはいいですけどね、非常に低いパーセンテージとなっておりまして、下位 20% のホテルですね。最下位 20% か。一応一人お泊まりいただいていますが、この部屋の評価もあるかもしれませんね。あ、一応バスルーム置けるんですね。これちょっと置いていきましょう。じゃあ金が持つかな。なぜだか斜めの対応してと。こちらを、え、いいの、これ別にしちゃっていいのかな。同じ部屋扱いされてますかね。あ、かあれか、区切ってはいけないんですかね、この場合においては。そこでちょっと最低限ですね、部屋にならないように。例えばじゃあここ真ん中でこう割るとかね。こうすればこっち側がね、バスルームっていうのはおかしくないかなと。よし、置いていくぞ。トイレか。いや、閉めてえな。トイレは閉めたいですね。多分区切って大丈夫と思うんですけどね、よっぽど。いや、これはバスタブだけかな。よし、うわ、これはもうスイートなルームですね。まあいいや、ウッドショーでいいや。木の間です、木の間。さあ今、あ、あと5人か。結構食べていますね。泊まった人しか利用できないんだね、うちのこの素晴らしい料理たちを。泊まらなくても食べれるようにしてほしいですけどね。まあちょっといろんな壁使ってね。意味はないですけど、いわゆる絨毯っぽいのってこれだよね。壁の問題か。じゃあ壁はちょっとしっくり決めよう。
あえて明るい。ああ、いいですね。さあ、あ、もう二人来てますね。これ終わりじゃない？オッケーオッケー。こんなんで5000もらえる。まあまあ赤字ですけどね。さあ次はバーが必要みたいですね。これあれかな、なんか、位置良くないのかな。あ、こことかですかね。壁沿いにちょっと置きましたけど。あ、行った行った行った。あ、ダメなんだ、あの置き方。そっか。じゃあこれ、ベッドとかも実はダメなんじゃないかな。こことかね。若干浮いてるもんね。あ、これもなんかあるかもしんないね。評価に繋がってんじゃないかなと。そう、いや、そっちじゃないよね。こっち側で、そう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 。つけると。全体ちょっと調整しまして。ここでいいんじゃない？よしよしよし。あと、バーを作りますね。まあ、ここでいいんじゃないかな。そんな使わんでしょ。あ、まあ、テーブルはあるんで、あ、そっか、そこ共有できるんだね。バーのテーブルかな。おー。一体型か。どうだろうね。複合型の。ね、まあ、料理も提供してくれるバーと。いいんじゃないですか。一箇所で済みますよ、すべてが。ああ、ワーキングしてない、ワーキングしてないですか。部屋で見て、バーの方で人雇うと。はい、どうぞ。評価は、ああ、一緒かな、これ。建物、というか、まあ、この種類ごとじゃなさそうですね。2.8 みたいな2.9 か 2.8 みたいな星の評価されてるん で、ここは依然として変わらんね、評価がね。ベッドが足りないってことかな。いいよ、ダブルベッド2つ置いてあげるよ。じゃあ満足か、これで。変わらないね。ダブルベッドが2つもあるのにね。部屋なんか置ける、それ以外。まあ、こういうのですか？まあ、あったら嬉しいですけどね。いや、ここにビジョンが別にないのよ。どうしようみたいな。ここちょっと置いて、くつろげるようにじゃあ一応しますか？あ、ジムとかもあるんですね。これテーブルはないんですが。これか。あ、これくらいの距離ね。届かなさそうですけど。まあ一応ダブルベッド2つあるんで、もうこれくらいじゃないかな。いや、上がらないね。いや、こんなんもう相当高いでしょ。あ、ベッドルーム上がってんのか。あ、じゃあ別々なんだね、一応ね。さあ、バー来ますか。まあ、プールとかね、ジムとか、そういうのあるホテル作りたいですよね。これ、ちょっとなんかあるモーテルみたいな感じなんで、そんなにいいだよね。あと、外観打ちっぱなしだしね、ずっとね。外観って難しくないですか？まあ、まあ、この親しみのある木とかにするとか、あ、これめちゃくちゃ和風だね。ウッデンウォール、道場みたいな。まあ、こういうちょっと木のタイプだと、親しみやすいかもしれないね。あえてこっちにしよう。中は全く関係ないけどね。いや、この部屋割といいと思うけどな。ねえ、ここ広すぎるか。そんないらないね。うん、いや、なかなかいいね。自由に配置できるんでね。まあ、ちょっと部屋割りをミスった気がしてならないんですけど。とちょっとこう部屋とかね、別に作った時に、まあ、壁もそうなんですけど、床もちょっと変わっちゃうんで、まあ、新しい部屋っていう判定なんでね。そこをちょっと消した時に問題があるね。
やっぱ人数増やして、まあ、いろんな施設を増やしてやっていくっぽいね。まあ、ここを見てると、まあ、カジノとかね、まあ、ジムとかカジノとか、あるみたいなんで、そういうものもいて、こうね、まあ、ホテルを経営していくんだよと。さあ、今回はホテルマグネイトというゲームの体験もやっていきました。まあ、多分ね、まあ、モップとかも変わっていくと思うんですが、まあ、こういうふうにね、自由に、まあ、ホテルを作って、まあ、人を止めると。で、まあ、こうね、止めたとこで、こう、管理もしながら、まあ、別のね、利益源、収益源として、まあ、こう、レストラン、バーを置いたり、あるいは、まあ、ジムとかね、カジノとかも置けるんで、まあ、そういったね、ホテルを作っていく。まあ、自由に自分の好きなように作っていくと。まあ、とりあえず利益は上がってないんですけど、まあ、でかくしすぎたかな。ちょっとね、大きさが適正かっていうと分かんないですよね。もう少し多分部屋数多くして、そうですね。まあ、ベッドルームとももうちょっと分けた方が良かったでしょうね。僕はちょっとね、感覚があれだったんで、ね、後悔してますけども。割とこのキッチンとレストランの大きさは、なんか適正だったんじゃないかなってちょっと。今更ながらちょっとね、誇らしげに思ってますが、初動でミスりましたね。あと一応2人で住むんですけども、とりあえずね、ここにしようかなと思います。まあこれに多分合わせて、もう1個くらい見ようかな。あ、いいレビューをもらうよと。あ、これ一生終わんないんで。これ一生終わんないんでね。もうこれ止まっちゃいますから、ここにしておきますか。まあこれはチュートレーだからあるんですかね。まあミッション的なものも、あるんですかね、モードとしてね。まあ、これは、あ、ちょっと消えちゃったね。こう教えてくれてるものだと思いますが、レーティングか。確かマネージの、ここね。まあ、一応ちょっと見ようか。これですかね、つまりね。あ、そんな悪くはないのかな。お、え、どれがいいんだろうね。全部微笑んでますけど。サングラスまで行くといいのかな。基本的にでもみんな最近はいい感じになってますね。一応ネガティブも選べるけど、ネガティブはいないと。あ、じゃあクリアですね。よし。じゃあこれにしましょう。